シャチャ様、なぜ人の道を外れられた。人の道などじきにわらわの夢が叶うのじゃぞ。あなた様の夢は断じてかようなものではなかった。お主何者だ。滅びよ。父を信長に討たれ、母を秀吉に討たれ、私は母を討った秀吉に嫁いだ。
戦なき世の夢を託した我が子を失い、邪法に頼って秀頼を作った。秀吉が死んだ後、家臣は去っていった。私をいさめた信繁よ、戦乱の炎は何もかも奪っていった。この子と共に戦乱を終わらせる。すべてが私が見てきた炎に包まれるのだ。わらわは何をしておったのじゃ。悪い夢を見ておられた。これよりは茶々様のまことの夢、戦なき世となりましょう。わしの役目は終わった。表舞台より姿を消し、影よりこの国を見守ろう。お主はどうする？More will come to this country in search of Amrita. Perhaps even another Spanish ninja. されば。間もなく日が暮れる。参ろう。慶長20年元和演武、江戸幕府は元号を元和と改め、天下の平定を宣告。ここに戦乱の世は終わりを告げた。